この人を 4AG あるじゃないですか。 4.5AG のボアフワンですね。で 5AG ありますよね。 5.5、6、 6.5 はなかった。あったあった。 6.5、7、8、9 まで。9は排気量とは何ぼやったっけ。2リッターだね。2リッターそれで7EFE やったっけ、うん、のブロックを使う、うん、まあね、そのやるんやけど、今いろんなとこがやってるんだよね。でその 7EFE のブロックを使って 7AG までかな、よそが出してる。ああそうだね、うん、でそっから行こうって。あれオフセットボーリングですね。そうそうそう、オフセットボーリングをこうやってやらんことにはあかんやけど、それができへんもんで、みんな 7AG 止まりなんですよ。でも一番面白かったのは7A のシリンダー使って、7AFE の、そうそう、うん、5A クランク、うん、で、コンロと長くして、うん、これがショートストロー、いや、だから 85.5 ストロークあるのを83にしたわけよ、うん、要はブロックの立ちが長いから、うん、コンロと長くして、うん、ただエンジンの音は変わるわ、振動は少なくなるわ、うん、やっぱ 4AC ってこれ 7A ブロックで、うん、4AG のパーツ組んだ方が一番いいねっていう。あ、そう、うん、だ絶対的にはあのピークパワーとか変わんないんだけど、振動と音が全く別の。今度あれかね、ニッパチのブロックに24クランク組むのがもういいな。うん、そうだね。ボアは結構、89ぐらいあって、24って何倍だっけ、23くらいですか、なんかそんなやね。コンロとのこう触れ、触れがやっぱりブロックの立ち長いからかなりやっぱ楽になってくる。書き戻すやつやな、それ。8383で当時 5AG が検査した時に、8383ボア83のストロークが、そうそうそう、でスクエアこれいいねって俺たちその頃一生懸命話してたからやっぱり交換ってのつらいね。で 7A ブロックが出てからその組み合わせは抜群に逆にストロークを落としたんでね。それはええよね、うん、だから 7A ブロックって強いの。まあもともと商用車のブロックで、ね、うん、別に強がある必要はない。いや、うん、強いとそういうでもない。中鉄のブロックであれば、うん、最近のアルミブロックだから考えれば、うん、十分の強度ってあると思うので、うん、最近のやつはどんどん弱くなってね。オイルパンの処理とか、ほら 4AG なんかバッフルついたりオイルパンついたりして、結構あれだけでも強度かなり強くじゃないですか。で 7A はそれがなくなっちゃったもんだから、それを使うようにして組むっていうやり方。うん、やなんか宇野さんと一緒になんかさくらを立ち上げていろんなエンジンをばらしたんだよ、うん、外車のエンジンばっかりやってて、うんうん、そしたら3V あるじゃないですか、うん、めっちゃ近い。あ、近い。あんなんがね、ポコって外れるんだよね。で、なんかもうクランク上がもうふにゃふにゃなんですよ。こんなんでええの、こんなんでええのって思うんやけど、クランク あの指示はラダービームやったりするんだよね。なんかやっぱりヨーロッパはエンジン分かってるんやろなって。でも大人不足ね、昔だって最後はそのダブル RC を含めてやった時に、ヘロヘロのブロックをもう、なんとかしなきゃいけないから、もう今だから言えるけど、もうペラペラの大キャストのブロックで、最初アルミスリーブ入れてニカジルミックしたやつ入れて、で、ダブル。その時もニカジル。ニカジルはしました。ニカジルして、やって回したら一発で、トルクやっぱり60何キロまで行くと2リッターのアルミスリーブだと、パーンって割れて、もう全然持たなくて、あとは。アルミでじゃあ削り出しでとかでいろんなことやったんだけど、うんうんうん、ダメで、最後は何をしたかったら、あとはもう一つはトルクを支えるのってどこって言ったらやっぱクランク軸なんです、うんうん、でクランク軸イコール最終的にはそのメインジャーナルの
がクランクを抑えて、うんね、そこがこう動き出しちゃうとダメだから、うん、やっぱりそこを含めて補強して、うん、最後はシリンダーをなんとかしなきゃいけなくて、うん、シリンダーは燃焼圧を受け止めてヘッドに伝えてっていう部分も、まあ、根本だから、うん、まずはでその下をやったときに、うん、もう飲む機会がないんで、削り出しの、うん黒森のスリーブ作ったんですよ、うん、でそのままだと削り出しの黒森部電工入りのスリーブ、うん、あの強度を持たせたいから、うん、ってのとあとは黒森だけだと当然、うん、あのホーニングしても潤滑ピストンとの相性の問題があるので、うん、当然そこに、ニカジルメッキなんだけど、はい、ニカジルメッキも一応ちゃんとその密着性を含めて確認してもらって問題ない、うん、でそのスリーブも、うん単なる丸いスリーブじゃなくてもうブロックをゴソーッと削り取ってもうウォータージャケット何にもなくて下に押さえだけなんですね、もう四角い頭のもうヘッド面も含めてスリーブを全部作ってであ下まで全部取らなかったあのダメなのは下だけで支えられなかったっていうのは剛性がないんでじゃあこの剛性を持たすってどうしたらいいかって2段で止めるしかないから下の面と上の面とこれは何が問題かって言ったら上と下の面がある程度精度がよくピタッと止まってくんなきゃいけないのが加工精度が必要だと、うん、でもマシニング含めて縦側の精度ってなかなか出しにくいけどまあしょうがないもうやろうということでやってその上下で押さえてでさらにそれを、ヘッドボルトでサンドイッチするような構造にすると下側に全部力かからなくてヘッドボルトでまず上で中間で押さえてくれてさらに下で止めるからトルクかかった時にクランク軸だけだと結局持たなくてブロックが弱くなる。それを普通のメンジャーナルはあのキャップでやってたんですか。そうそうそうあのキャップでやるしかないのとその下にまああのエンジンの搭載角前傾の5度だったかな後傾の15度、うん、20度だったかなまで変えたから、まあ、当然オイルパン全部作り直さなきゃいけないんで、はい、それも含めてヨーロッパしては結構オイルパン結構合成ありますよね。そうそうそう、うん、あの結局そこに合成持たさないと、うん、結局ブロック全部持たすことができないから、うんうん、そうですよねとかね、うん、あのおかげさまでそのエンジンだけのチューニングという意味で言ったら究極にそのダメなエンジンをなんとかしなきゃいけないってことまでね、うん自動車メーカーの予算でさせてもらったんで年間数十億かけてねあのまあ車もだけどエンジン開発だけでもそれはいつの時ですか。それはあの鈴木スポーツ時代の鈴木の WRC やってた。だってその前の例えば NA でもスウィフトの検査ラインに並んでデビコマーシャルやったけど1379万円って子供抱いてやってるようなそれのエンジンのベースを200万超える状態にしてラリーで勝たなきゃいけないんですよ。これは無理だと思いましたからね。ってところから、まあ、バルブ系変えられないからちっちゃいバルブでどうやってだからポートの形状とかバルブの傘の形状とかギリギリまでフローベンチかけていろんなことやって昔なんか、渡辺君とかなんで北沢技研とかなんか勤めた時に三菱のあれ WRC やったっけなんかのエンジンとかやってたんやけどパッて元見たらヘッドのポート穴はもう埋まっとったもんね。で上からパソーンって穴開けてポート作っとった。不祥さん内緒ですよそんなんみんな備えやると思ってるやん。でも渡辺さん HK スローが一時三菱のエンジン競技用のエンジンとかやってたじゃないですか。あの頃は渡辺さんじゃなかったんですか。あれ僕ですよね。あのシングルカブの、うん、僕の前はあの流れる程度あのランタボってやつてた時にあの時17号あれの、アドバンチームの年に一度のエンジンだけをちょろちょろっとノーマルプラスある部品で組んで出してただけ で僕の時代になってから本格的にグループ B からグループ A に変わって本格的に三菱がやり出すよってことになって開発したことだからシングルカブの時はセラリオンでエンジン開発だから それを抜擢僕にしてもらってだからもうその時はもう寝る暇なくよって書いてましたね。で、よくわかんない中でもいろんなものを一つのエンジンを何でもかけて開発してたからもうぶっちぎりに一番シングルカブで当時ねあの
シングルカムやったよね。トヨタ、日産、いろんなとこメーカーが出てきた中でね、あの最後はトヨタが本気になって、あのスープラの GTA ってやつを出してきた時に、今でも覚えてるのが、スゴを占有して何日前かテストしてて、でポール取ったんですよ。でトヨタはミノルタカラーで、アラン・ジョーンズ、ジェフ・リース、セキュラー選手のそうそうたるF1ドライバーから有名ドライバーですね。もうね、ポール取るぞって来てるのに、スタリアも取ったから、ね、俺はもうトヨタが仙台市内でなんかビルのワンフロア借り切ってパーティーに予定してたのが台無しだっつってよくでもあの当時三菱のどんくさい、ね、どんくさいエンジンをあそこまでね仕上げたのっていう、あれはやっぱり当時の一決戦なんかはあそこまでだってもう壊れる寸前とかいろんな当然ね言い方悪いと今だって言ったら言えないようなことになってる、排気量は当然あの、あんだけのクラスだから、ここは含めてからチェックされちゃうし、いろんなことやります。ベースとしたらば、素材としたらば、決していいエンジンじゃなかったでしょう。だからもうブーストどこまでとか、これまで上げるとタービンが壊れるとか、いろんなことをやらせてもらったから、当時はタービンを自分でバラして組み替えるとか、そういうやったりだしね。